闘機の音が。あ、戦闘機だ。あれは何だろう。写真撮ってみよう。なんかすごい音がする。撮れたかな。ですね、ちょっと待ってください。ああ、15っぽいな、これ。15っぽいですね。うん、15でしょ、これは。東進大は今日の21時の便は取れませんでした。皆さんにも戦闘機の写真見せてやるから、右写真見せてやるから。あ、また来た。あれ、いや、これ男が遅れてきてるだけか。いや、やっぱいた。あれも多分15だと思います。いや、取っとくか。あれどこにいる、どこにいる、見えない。あーっと、こっちからこうで、あ、いた、こいつだ。あれ、あー、ダメだ、見えなくなった。ですね、いや、37って全身符のやつでしたかね。ほら、これ15ですよね。これこの通りと、あと後ろ姿もあるんですよ。今は苫小牧まで、あと、イーグルですよね。この垂直尾翼が2枚並んでついてるのも、水平について、水平というか、あの、平行に立ってるのもそうですよね。ホーネットだったら斜めですよね、垂直尾翼が。うん、デジタルズームで無理やり。上まで来た時は結構綺麗に撮れましたね。さすが RX100。 よし、また中国叩きか、また韓国叩きか、中国叩きか。よし、うん、割とちゃんと取れましたね。でも F15 って相当古いですよね、もう今。一番新しいやつって、まあ、日本でなんか F2 とか作、あの、改造してるのは別としたら、16が一番新しいんですかね。違うか、あれだ、あの、垂直尾、垂直離着陸とかできるやつだ。何でしたっけあれ、 JSF? なんだっけ、なんたら、なんたらファイター。15、そうですね。あ、16じゃない、ラプターが一番新しいの、私が知ってる中だ。そうですね、ラプターですね。 F22 のラプターだ。んアプローチ、あー、近くにあるのか。キッチン入った。ん2分、35。 F35 っていうのはあれですか、あの、割とコストが安くて垂直離着陸ができるやつですかね。それは雪風。すごいかっこいいですよね、35。高い、あの、コストパフォーマンスが高いやつって、ジョイントストライクファイター、JSF だ、そうそう、ジョイントストライクファイターだ。という、あの、計画中の戦闘機をネタにしたゲーム、フライトシムとかあったんで、ん？次のはやゆみちゃん？ん？雪風は、私は小説の方なんですけどね、雪風は。しかも、一番最初の頃のやつしか見てないと思う。なんか敵に捕まって、で、あの、敵に捕まったところで食い物食わされたら、なんか変な味がして、戦闘様子で見たというか読んだんですよ。そう、 SF 好きです。最初に食わされたのが、なんか分子構造が共造体になってる消化できないもので腹壊したりして、で、その後なんとか食えるものが出てきたと思ったら、一緒に拉致されてた他の乗務員だったっていう話がありましたね。
35、35ってどんなやつなんだっけ。ラプター、戦闘機、今戦闘機が上通ったからです。あ、そういえば今私思いっきりネタバラシしましたね。戦車見たいな、90式見たいな。トラクターはいっぱいいますね。ユーロファイター、タイフーンですね。あれのゲームが昔面白かったんですよ、ユーロファイター2000ってやつ。よっしゃ、東、バルキリー、バルキリーはあれはあの設定上の話は置いといて、実際のメリットってのはあるんだろうか。でもかっこいいからっていうのは結構な原動力ですよね。F16 タイフーンは結構安いんじゃないんでしたっけ。ただタイフーンって開発ちゃんとできたんでしたっけ。ユーロの諸国があの協力して作ってたけど、どこが抜けたとかどうとかいう話が昔あったような。あ、園長ありがとうございます。千歳基地ですか、この辺りだと。うん、異常な、ダプトむちゃくちゃ高いんでしたよね。園長やります、信号渡ってから。何駐屯地、あ、そういえば鹿追駐屯地で前74式見たな。戦車、海上では見たことない、空中でも見たことない。あ、静内ですか。戦車渋滞本当にあるんですか。千歳共同体は巨人。じゃあ延長、いつも延長の指摘ありがとうございます。あ、今これ了解です。今ちょっと手動でしか延長できないんで、いつか私も含め全員が忘れてて延長失敗しますね、この分だと。延長オンにしても今効かないんですよ、なぜか。もっとピントは合ってるよな。今朝陸上自衛隊追加しましたっけ。うん、大きなら、オートフォーカスなってないよな。なんかボケて見えた。よし。ん？戦車待ち。ちょっと待ってください。延長、すいません。で、これで、アンドロイドはちゃんと動くって聞いてたんですけど、ダメですね。やっぱり変な動きしますね。ん？残り、今、残り3分コメント。音が流れたな。延長できたよな。で、いらっしゃいますかな。延長できてるよな。あと、あの、この液晶のここのところに気泡が1個出てきました。気泡、空気が。前使ってたこの同じモデルは気泡がどん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 入ってきて、でその代わり液晶がどん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 漏れてって、すげえやばい状態になってきたんで、あの野菜肉さんって人から同じモデル譲ってもらって、で今使ってるんですけどね。ラーメン、ありがとうございます。またなんか液晶から、液晶画面から液晶が漏れつつあるみたいです。まだ空気が入ってるだけで、漏れてきてるのは確認してないんですけどね。中から出てきてるのはやっぱり同じ壊れ方するんだこれ。うお、何だろう、割れてはいないんですけど、どこから漏れるみたいなんですよ、隙間から。よっと、おお、あれはミサイルじゃなくて増装ですかね。戦闘機、あの戦闘機というか飛行機の。あ、今ここありがとうございます。よくわからんな、動きが。漏れる、プロペラ機と入ってますか。いや、あれは狙うというかミサイルじゃなくて増装じゃないですか、あの燃料入れ。違いますかね。ミサイルであんな形はないと思うんで。
組み付け。確か、その戦闘機のフライトシミュレーターの中に出てきて、戦闘に入るときに切り離したりする増装ってやつと同じ形だと思う。タンクですよね、多分。羽柴秀吉さん。でも、なんか懐かしいな。音？燃料タンクですよね、やっぱり。ドラギノールですね。海外で。ボールペンです。戻れない。さっきのところで素直に U ターンして戻ってればよかったな。歩道の切れ目がありません。あと草がひどいです。あ、切れ目あった。ワイシャツとお前のせいか。中国観光農園、ここは何を作ってるんですかね。四季の館、ああ、どうでしょうか。もうすぐですよ、川渡った先ですか。そこで甘くて冷たくて酸っぱいもの。本人だ。道の駅によっておやつ食べていきます。おやつ30キロ、どうだろう、もう30、まだかな、32、33、4キロぐらいかな、今残り。まあ、それも道の駅に着いたら見てみます。ホテルまで。支笏湖はちょっと内陸の方にもなるし、あそこ結構登りますからね。新千歳の市街地からかなり登りましたよね、あそこは。かなりでもないかな。冷凍みかんは手軽な甘さがないな。お土産どうしようかな。職場で旅の話はあんましないですね。旅行趣味の人そんなにいないし、自転車旅行趣味の人となるともうほぼいないし。 H さんも最近なんか乗ってないんじゃないのかな。あ、ウトナイ湖どこでしたっけ。3時。お、いらっしゃいませ。どうしたっていうのは、どうもしてないですよ。なんともないですよ。全くなんともないです。千歳寄り？フェリーは19時半に乗船するまでに間に合えばいいです。みな、あの、トマトマ、トマトマイじゃないよ、トマコマイ。苫小牧の西側のみな、あの、西側のターミナルらしいです。シルバーフェリーの八戸行きで、私が乗ろうとしているのはなんたらプリンセス。21時15分のもう2等船室でいいかな。どうしようかな。23時のにずらすべきかどうか。23時のにずらして2等寝室でベッドで寝るべきかどうか。でも寝る場所は関係ないかな。コンセントがあるかどうかだけですね。まあ、どこかしらあるかな。予約しました。9時のにしますかね。設備としては9時のやつの方が新しい。去年出来上がった新造船らしいんで、風呂とかも超綺麗なんだと思います。あ、で、今すいません、質問聞き逃した。西港ですよね。古い方のに乗りたいというのもちょっとあるんだけど、そんなにめちゃくちゃ古くないから、まあ新しい方でいいかな。ずらして。天気、ああ、でもそうだ、八戸。9時だと朝着くのが5時前なんですよね。多分朝からやってる風呂とかあるんじゃないですかね。八戸まで7時間ぐらいらしいです。何アタック？なまらなまら。なまらなまらっておかしくないですか。
すごかすごかというのもんですよ。すごかっていうのもでもちょっとおかしいんだよな。はい、最強ラーメン、まあ快適さで言うと新しい方ですよね。ただあ充電、あじゃあできるかな。あの窓口、あの電話の窓口の人もできないっていう言い方じゃなかったんで、あると思います程度の言い方してたから、探して使ってもいいと思うんですよね。多分そこら辺に携帯充電器がぶら下がってる状態だとすると良くないのかもしれない。向川ですか、フェリー乗り場に、ああそうそう、フェリー乗り場の近く銭湯いっぱいあるんですよ。八戸もありますかね。あれ道の駅まだ、ああまだ川渡ってない、進んでねー、やっと、そうそう近っ端ですね。確かにギャンは私使ったことないんですよ。あゴロゴロ鳴ってる、ゴロゴロ鳴ってる。朝何時からですかね。早く、朝早くからやってますかね。なんだかどんどこどんどこ行ってる上の方で。新しい雲来てないよな。あこの雲どこ行くんだ。あ、いや、お船の風呂使います。ただ、そうか、フェリーの時、ただ、朝早く着きすぎて、暗くて寒い中走り始めるの嫌なんで、太鼓か、なんだ。雷様か。ん？何が有名？上で何やってんだろう。今日祭りないですね。昨日もおととい、おととい祭りは、おとといが、大気町か。初日はお祭り見たっけ？トラック。ん？うまくない。朝5時からやってるのが八戸の方もあるんですよね。南さんのいらないいらない。あれそうや降ってた、この辺り降ってた風じゃないですね。結局雲が通過しただけなのか。ん八戸おじさんち、向かは四季の館、西の駅までまだ2キロある。よっと、2キロでしたよ。今あの表示がありました。あ、魚がまたあそこで回ってる、干物が。シシャモですね。シシャモ回ってるやつはシシャモじゃないな。ラーメン今は食えないです。あれ、あそうそう、西流だ、西流、今日昼飯食ったところ、チェーン店なのかあれ。そうそう西流でしたよ確か。味噌、味噌、しゃも、さっき昼飯食ったとこと同じ、確か西流だと思う。共有スペースの、ああじゃあ争奪戦ですね。予算に巻いたな。どなたですか。誰々にディスられてるとか言わなくても大丈夫です。ん、あーちょっと聞き取れなかった。大船渡までは行かないですね。喉がなんかいがらっぽくなってきた。For you?あ、法流って読むんですかあれ、西流じゃなくて。なんか西っぽい字だったのに、西じゃないのか。じゃあ今日昼飯食ったとこも法流なんですね、多分。時計台。あの店チェーン店だったんですね。個人の店かと思ってた。うん、弁天沼は、あれ弁天沼どこだっけ。
ワイシャツ。弁天沼って前通りかかったことある気がするんだけどな。弁天沼？弁天沼。あとウトロ湖でしたよね。フェリー7時間らしいです。あー、なんか喉が。もんです。お、竜。首、そうなんですか。マリモ生はないです。生マリモはないです。何ごしかった。ふう。向川大橋。通行止めのお知らせ9月11月。うお。そうか、6時間経ったか。ちょっと待ってください。ピッ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 。よいしょ。よいしょ。いや、あ、待てよ。なんで7回がなった？もしかしたら、うわ、ちょっと待ってください。あ、フルだ。 OKOK、OK OK、GoPro のメディアがいっぱいになりました。少々お待ちください。これお給食、この後すぐ道の駅でデザート系のものを食おうと思っているので、もう少しだけ我慢します。あと1キロ。ポケモン？サンディスクの 64GB。もう何か言ったか分からないけど、こんな爪の先みたいな中に 64GB もデータが入るなんて、なんか騙されてる気がする。よし。でスタートして、でまた手ぬぐい頭に巻いて、ちょっと今コメント聞こえてないんです。頭離してるんで。よっと。エロ動画だったら一体何時間入りますかね。エロ動画だったら、裏向きに、そうそう、そうそう、裏向きに、そう、これの中にエロ動画とか入れてて、そこら辺に落ちて、で自分の個人情報も一緒に入ってたりしたら、もう生きていけませんよね。で、あとなんか今ここは今来てるんですよね。ドタファイバッテリーは、丸一日持つはずです。夜ですね。独り言はですね、昨日、あれ昨日だっけ、一昨日だっけ、YouTube ロック、GoPro ロックだけしてる途中にも、カメラに向かって言い訳したんですけど、これはあくまで録画してるから喋ってるんであって、普段録画してない時はこんな喋口に出していないですからっていうふうに言い訳しました。少なくとも街中走ってる時にそんなに大声で独り言つぶやいたりしない。山の中だとつぶやいてるのかもしれないです。言い訳。エロ動画、この私がエロ動画なんて見るわけないじゃないですか。X ビデオとか。あいつ、ちょっと待ってください。あと時間もちょっと合わせとこう。15時13分、37、38、39、40。で、今、雨かしら。雨雲抜けましたね。よし。いて今何が、やった、ナムカード、当たり前じゃないですか。 YouTube
それは録画してるからです。録画したり放送したりしてるからです。あれもなんかその周りの人がに脅威を与えてるっていうのは意識してるんですよ。だからできるだけ 人に近づいた時にはあんまり大声出さないようにしてるんですけどね。なんか近くに変な人が来たって言って何見たことが服に服に穴、そうそう、服に穴に似てるとは言われましたね前。今でも似てんじゃないかな。カードはそうじゃないですか。そう、買い物するだけでそれはあります。大野商店、叫ばないね。スクール水着とかも叫ばないね。そう、服屋に似てるっていうの言われて写真見たら、ああ確かになるほどって思いましたね。空耳、大学できますよ。上層部、何テレビの人なんだっけ。私、また私か。向川の、やった、道の駅までもうすぐのはず。違う、寿司うわ、今ちょっとご飯物はもう食えないです。そこも支社もありますね。川崎ですよね。うん、ちょうど3時のお休み時間ですね。ただ雲がやっぱり、温泉5時。なんか谷川名人は言われるけど、私は顔見てないんだよな。何米？パンクは米稼げるけど、ちょっと疲れてるな、今は。自転車から降りると体の疲れを感じるんですよ。結構足がガタガタになってる。岡田監督。この自転車を漕ぐ動きをしている分にはそんなに疲れ感じないのに、自転車から降りて歩くと、あ、なんか疲れが来てるというのが分かります。あ、食わない、いや食うん、あ、何なんですか。あ、回復はだんだん慣れていくと思うんですよ。お兄さん、私の北海道のイメージの一つがこれ、これ北海道。ん、あ、何だよね。This is 北海道です。私の北海道のイメージとしてかなり強いのがこれ。やった、見えますかね。うん、タイヤ重いんですよ、このマラソンってタイヤは。この家の感じ、この道路と京なんとか住宅だと思います。こういう住宅地って結構よく見るんですよね。最近でも少なくなったかな。10年前とかはすごい多かったんですけどね。アパートですかね、長屋みたいな感じだなこれ。シベリア緊急着陸。あ、この真ん中の道ですか。あ、文化住宅とかそんなやつです。なんか正しいかどうか分かってないけど、そういう五感のやつです。塀が、うん、そうですね。うん、町営住宅、改良住宅とか、こう2万、この辺りだったら家賃2万とかでもありそうな気がするな。そう、私の北海道イメージ。イベントありがとうございます、助かります。うん、赤の大地勝負は、え、何、違う、うん、なんかあんな住宅地をよく見るんですよね。見てたんですよね。太平洋側か。でも道東の方寒いんですよね。4くらい。マンションは札幌。高いマンションって言ったら、上山市のあたりに41階建ての、周り田んぼのところに41階建てのマンション建ってたりしますね。あれ結構有名だと思うんですけど、
41だけ40なんたら好きな館ってあれかな、道の駅、道の駅入り口って書いてある看板見てないような開拓地、道の駅どこから入るんですかね、ん、何塗り、あ、また落ちた、さっきの曲がり角右ですかね、行き過ぎた、じゃあ、いや、こっから入るっぽい、あ、どこから入るんだこれ、マンションかなりまずいんじゃないですかね、なんか入り口見落としたのか、あれ道の駅的にこんなんでいいんですか、ん、え、どうがいいっていうのは、あれば、ああ、じゃあ、ここ、いいよと、都会、まあそうですね、無理があるところは歩道を走っていいはずですよ、日が落ちるのあと2時間ちょいですね、私がなんか容量が悪いだけなんだろうか、今ここは出す努力をしました、なんでこんなポコポコ落ちるんですかね、ポコポコなんて音はしないけど、脇道あれですね、エロサイト見すぎたからな、探検って何のこと言ってるのかわからない、何ですか探検、ガススタ曲がって 100m って書いてありますね、ほんとこの辺りししゃもばっかりだな、向川名産ししゃも、いや、あそこにもししゃも、ハスカップ酸っぱいんですよね、ハスカップ、まあハスカップ的なものがあれば、はあ、Kテレビでのなでしこ、なでしこってシリーズがあるんですか、あ、なんか市役所とかと一緒になってるのかな、これ北海道を守れ、ハスハス、うわ道の駅っぽくないなこれ、すごく道の駅っぽくない、左側のはデイサービスタンポポで、右側に入り口があるらしい、四季の館のどれ、奥のあれ分かりづら、四角は正面のこれが宿ですかね、あ、確かに道の駅っぽい、行くあんまりそうでもないな、ハヤドリ今のやつですか、珍しい構造してるのこの道の駅、反対側の門別のところの道の駅もなんか分かりづらい構造じゃなかったっけ、あ、バスまで来た、よっと、うん、駄菓子屋の中にある、じゃあポタファイン持って少し入ってみるかな、2分ほど、お、ありがとうございます、電波いいですか、アベレージ50キロはないぐらいですね、40キロもないな、よいしょ、1日平均すると本当に10キロぐらいなんですよ、私は驚かれますけど、分かりにくい、2分、休むと、そうですか、休みすぎるときついとこあるかな、鍵なんかしょぼいやつです、なんかサイクルベース朝日で買った500円ぐらいのやつ、気持ちです、ほんの気持ちです、盗まれせる気はないんですよっていう、あくまでその気持ちを表明するためのもんですね、あと1分11秒そう、でも確かに足止めてから動かし始めると疲れを感じるんですよね、ふう、あと50秒、ここはやめよう、ん、ここ
他だと電動アシスト、うーん、寝起き、寝起き、あ、朝起きるとですかね。今朝起きた時は全然筋肉痛感じなかったんだけどな。あ、山登りと、なんか昼ご飯食べに店に入って出てきた時に急に感じました、足の痛みを。あ、タオル持って入ってるから、あれ、お風呂入りに行ってるんですね。負のオーラを、ん、ここですか。天気がだいぶそれは左右してると思いますけど、私は違いますかね。あと6 4 1 0、無料延長と天気がここ、え、場所の話か、それと私の声の話ですかね。よし、じゃあヘルメットを上着に抱えていくかな。北海道、もう少し走ろうよ。なんで、なんで、あの、常に走ってなきゃいけないって考えの人もいるのは分かるんですけど、私は違いますんで。よし、私は好きなようにやらせていただきます。そのあたりは昔から一貫しておりますので。じゃあちょっとあのコメントはあんまり聞こえなくなりますけど、ちょっとヘルメット手に持って入ります。コメント本当に声じゃ聞こえないな。ちょっと iPhone で見ながら行くか。これあまり低い位置に構えてると良くないな。よっと、ちょっと小脇に抱えました。小脇に、コメントは今ちょっと iPhone で見ようと思います。お、お、あ、そう、ハスカップありますね。しかもお安い、本日限りお安い。本当に本日限りかどうか分からんけどもお安い。コメントしとく。うん、本日、まあそうでしょうけどね。どこで売ってんだ。どっか座れるところにこのカメラを置いて買ってきたいんですけどね。じゃあ買ってきますね、ハスカップソフト。
どうですかね、来てますかね、これで。やっぱこの上じゃダメか。こんな感じで。ちょうど今、照明的にめちゃくちゃいい場所があったので移動してきました。で、こんなになんか濃い色のスカップ味の食べ物を考えてみました。じゃあいただきます。ハスカップってこんな味だったのか。この味か。あとソフトクリームがシャーベットの感じがすごく強い。横にしたら倒れますからって言われたけど、ソフトクリームのくせに、なんて言うんだろう、シャーベットの塊のポクっていう感じが、唇で挟むとポクっていう感じがあるんですよ。と言っても難しいな。なんか特徴として頭の中に記憶できないんですよね、この味。ですね、何に似てるかな。ブルーベリー系に似てる。ややブルーベリー系、酸味が少し強いブルーベリー系ですかね。そう、ザラザラ氷の粒がちょっと入ってる感じです。で、今の状態で食べるには最高の味ですね。めちゃくちゃうまいです。ブルーベリーのですね、何かがなくて、ブルーベリーから何かがなくなって少し酸味が強調された感じかな。クリーム分じゃなくてシャーベット系なんですよ、これ。ややクリーム系が入ったシャーベットみたいな感じ。冷凍ハスカップ、レッドビー、ブルーベリー、そばみたいな色。痩せた、痩せてないと思います。太った言われてますよ。あとは照明ですかね。真上から陰影が強調されるように光が当たってるんで。生のハスカップは、ハスカップってそもそも生見たことないな。色はですね、ブルーベリーと灰色の間みたいな感じ。色的にはなんか鮮やかな色じゃないんですよ。フルームのチームメイト、フルーム、ほうれい線ってこれでしたっけ、ここのとこの何か。生のどんなんだろう。シャも入ってんのか。肌白くないですよ。ハスカップソフトって
なんかほんのりよくわからない香りがついた色のついたソフトクリームぐらい想像してたんですけど、うまいですね。苫小牧で酔いとまけメイクしてますよ。紫外線カメラで見たら顔が真っ白けになってるのがわかると思います。おいくら、本日限り250円です。350円のところ、普段なら350円のところ。ヒゲ剃りました、昨日の夜ですけど。ピナリロジャージ、これスカイジャージですね。ニオマンテは何だっけ。かがまりこ。ハスカップうまいですね。こういう味だったの、ハスカップ。ブルーベリーよりもさっぱりしてる感じで、なんか方向性が微妙に違うんですよね。そう、本日限りとは書いてない、本日としか書いてない。具沢山中華丼700円、コーヒーおかわり半額サービス。コーヒーか、冷たい後の温かいコーヒーなんかもいいですよね。標準的に300円。350円だったら少し高めってぐらいかな。その日より鶏めき治りますか。うまそうに食うかな。私顔としてはそんなにいつもなんか機嫌悪そうな顔って言われるんですけどね、露骨に笑ってる時以外は。露骨じゃない、あからさまに、なんだろう、明らかに笑ってる時以外かな。ちょっと捨ててきます、ゴミを。音声これで言ってますよね。ただコメントがまた見えなくなった。田中真希オリンピック展、これどう映ってるのかな、 どの角度で映ってるのかな。オールバックにしなさい、あ、それ言われることあるな。股間、なんか股間どこだっけ、ビキニというかあんな形になってますね。こう、あれが銀メダル、銀メダルってあんな形なんだ。わ、イベント、そのイベントいりますか。で、こんなの、こういうウェア高いんでしょうね。で、こんな、どれがどういうのかは知らないけど、ほうきで履く競技、え、スケートじゃなくて、スケートですよね、ほらこれ。ほうきで履くのはカーリングですよね。色ペー服、でも金色ってのすごいな。お、ドリカムだ、ドリカム。ドリカム、ドリカムって最低の茶化し方かな、今の茶化し方。北海道で。あとは鈴木明記念ギャラリーってのありますね。これは何の人だろう。まあでもこれ写すのはなんか許可とかいりそうだからやめとこう。ドリカム違うと思いますけどね、多分知らないけど。カマンベールチーズムース、あ、
飲む黒酢、冷たいやつか。これはこれはアジウリトモリン、なんか可愛いですねこれ。今日格闘技メロン、アジウリって言い方するんですね。これメロンですよね要は。いやスイカじゃない、スイカじゃない、多分ハスカップケーキとかもあるな。でもハスカップ美味しかった。お、お父さんが4匹もいるって角度合ってるかな、映ってますかね。何でもかんでも白いのはお父さん、右がお父さん、左がお父さん、真ん中の2匹小さいのがお父さん。というあとトイレちょっと行きたいんですよね。トイレどこにあるんだろう。よく見たらあんなとこにあいつがいる、あのディズニーの青いやつ。スニーカーじゃなくてなんだっけ、あの青いやつなんて言ったっけな。あ、スティッチ、ありがとうございます。そうそうスティッチ。あれですね、私がうっかり間違ったら大笑いに行ってしまうやつ、サンフラワー、リッチースティック。あれトイレどこにある、外か。お、爆笑エッセイ、喋る犬カイ君と子供たち。え、これなんか有名なアイヌ犬なんですかね。そこアイヌ犬って書いてあるけど、ん、若いおなご、うっかりもう予約してしまったからな。苫小牧行きを、あ、苫小牧、八戸行きを、ただ八戸行きとは明言せずに予約したから、もしかしたら本当に弱い行きかもしれない。トイレは、やっぱ外出ると気温低いな。寒いほどじゃないけど、じっとしてると肌寒くなってくるぐらい。顔出そう。入った顔入れたのをどうやって映すんですかそれ。まあでもそういうネタはいらない、いらない、私はそんな色物じゃないから、色物大王じゃないから私は。でトイレどこにあるんだろう。普通トイレ外からどっか入れるところにありますよね。トイレは？あれ？トイレが見当たらない。やっぱ中か。何もかも。そう、ここなんか普通の道の駅の構造とは違うんですよね。多分もともと違う。お、これもしかして、ちゃん、これあれですよね、帰れますね。やっぱみんな一目で見てこれと、そう思いますよね。ちょっと写真撮る。なんだ、一発で帰れるじゃないかこれ。しかも自転車が通る高さですねこれ。あ、でもこの トマト系の生き物かわいい。トマト系のな、かわいい。あと どこかしら2ちゃんっぽいなこれ。なんでなんだろう。パイプアウトがいい。閉まらないのかよ。
騙されたな。ちょっとトイレ探します。釣り屋さん、あ、なんかそういうやつか。あ、トイレ中に書いてある。あ、ヨイトマケ、これか。へえ、ロールケーキなんだ。洋菓子なのか。ハスカップを使った甘酸っぱいお菓子、三世のヨイトマケ。三つ星か。あ、三つ星って言ってたの。三つ星ってこれのことか。お土産に行って言ってたのは三つ星じゃなくて三つ星。これがそのベタベタで食いにくいっていうあれですね。なるほど。どんなもん。これ食いにくそう。よいとまけ、島田さんに送ってもいいんだけど、食いにくい食いにくいって言われてるとなんかあれだな。でも明らかに名物ですよねこれ。よいとまけ、他には何かあるかな。なんかたくさん種類が入った詰め合わせとかが本当はお土産的には嬉しいと思うんですけどね。あ、白い恋人復活してる。復活というか、まあ、もうあの頃だけなんだろうけど、減ったのは。タンポポ、タンポポ。お。これも注意。じゃなくベタベタ注意。中取り出すわけじゃないですからね。タンポポっていうのは見当たらないですね。プリンクラブってこれあらゆるところにないですか。プリンクラブ、なんか他のところお土産としてもらいましたよ私、このプリンクラブってやつ。いいケース。どれがとかやってる間にじゃあどんどん時間食ってるな。もうすぐ4時になってしまう。日暮れまで1時間半切る。これはロイスですね。ジャガポックルは見当たらないな。あれまだ売れまくってるんですかね。お、干し芋だ。あ、こっちにもなんかいろいろあるな。セール品です。ここのはジュレの季節とか水羊羹とか。黒い愛人、黒い恋人っていうのも怖そうだな。なるほど、夏すぎるとこの辺り売れなくなっちゃうんですね。腹黒い。送るとしたら言うと負けなんだろうけど。あっちにもなんかある。結局私俺悩み悩んで何も買わないっていう可能性が高いんで、期待してたらすいません。おばあちゃん、あ、これ野菜か。野菜とあとスードレドレッシングか。みんなで食べるもやっぱそうですかね。一応酔いと負けは食べられるんじゃないですか皆さんで。お、ソフトカツゲン、ソフトキャンディいいな。コアップからのキャンディもあるな。酔いと負けペシャンコに。酔いと負けってこれ箱入りでこの状態で保存できるってことは保存できる菓子なんですね。生菓子じゃないんだ。やばくない、おかしい。甘酸っぱいロールカステラどうだろう。島田さん喜ぶかなこれ。あ、いらっしゃいませ。
真空パック一応ネタとしてはこっちで言わないといいんだけどな。悩む悩む。考えすぎか。とりあえず今のうちに送ってしまうかな。まずは適当にあ、さっき店の人いたのに。そうそう、カウンターはどこなんだ。ちょっとすみません、今コメントちゃんと見えてないです。さっき今の人はどこだったっけね。そうするんです。すいません、少々お待ちください。多分それは忘れてるかなと思いながら一応間に合うように考えてました。
じゃあちょっとあれどうなってる、コメント変なこと変なこと言ってるな、これちょっと待ちを接続してコメントしとく。んあれなんか変だな、ちょっとコメントが見えないんですけど、トイレ行ってきたいので。タオル持ってなかったんで、手の先に水をつけてある程度払ってからちょっと顔の表面拭って、でまた手を洗って、あとは顔面の方は自然乾燥に任せるという、どうでもいいですかそんなことは。微妙な顔の荒れ方です。電車やっぱり結構寒くなってるな。時間食ったなぁ。そう、声いってないや。マイク遠かったですね。一枠30分ぐらいいましたかね。23時19時半はまだ間に合うでしょ、十分。あと3時間半もあるし、ただそこに着くまでだいぶ寒い思いするな。ウィンドブレーカー羽織っとくかな。いやまだ大丈夫だろ。次は車もうやめとく、もう寄り道やめとく。しかしソフト活源キャンディーと、ソフト活源キャンディーとあの酔いと負けはどうだろうな。今じっと半袖でじっとしてると寒いです。ウトナイコはどこですか、結局ウトナイコの場所分かってないんですよ。ウトナイコこれか。明るいうちに行かないです、受けないですね、ウトナイコは。その手前のこれは何、弁天沼か。お風呂、あ、風呂に入ったら、あ、風呂に入ったじゃない、船に乗ったら風呂あるんで、うん、雨降るから早めにもうフェリーについておきたいんですよね。あ、そうだ、港のすぐ北、フェリーあと30キロちょいぐらいですかね。ちょっと待ってください、現在地の天気予報。うう、あ、いや大丈夫、18時まだ曇りになってる。21時は雨予報ですね。早く行こう。マー君、誰マー君、飛ばせば、うん、私も30キロだったら頑張れば2時間で行けるかな。23時の方が、あ、確かに4時に着くのが、うん、23時するかな、どうするかな、悩む。マーク知らない。ん ?22 時するかな。
5時に着いたらなんか風呂かなんか入れるかなと思ったんですけどね、あの降りた先でもダメだベアとかいうのがちょっと面白い。大きいが結構なんか、ん？何チェンジ？ダメだベア。こういうネタがなんか妙に面白い時ありますよね。23時台のやつに乗る場合は今度は苫小牧でどうやって時間潰すかなんですよね。ターミナルの中にずっといりゃいいかな。うん、ダメだペア。もう4時ですね。あ、ご飯か。そうですね。ごふわめ、うわ、風呂、それでもいいかもしれない。苫小牧散策、あ、違いきゃいいかな。ベアリングクマになるってことです。ベアリング、綴りはベアで一緒ですよね。青森、せんべい汁と、おー、風が切ると寒ってほどじゃないけど肌寒い。大した寒さじゃないけど肌寒い。お仕事 IT 系っていうところまでしか明かしてません。夜ご飯、あ、ただ歩き回るにはちょっと雨が降ると思うんで、多分ターミナルに閉じ込められると思うんですよ。てか出たくなくなると思うんですよ。気温も低いし。午後、明日どうするかな。こういった気温の中で雨の中走ったりするのは嫌だな。シャガオ、しかも船の中だともうすぐ寝ないと寝る時間確保できないんですよね。7時間しかないから。船乗ってる間に風呂入って充電スタートしといて、いや、できれば充電は2個、宿1日いさせてくれる宿はないんじゃないかな。2時間。あさって晴れですか。本当ですか。だったら明日休養しようかな。そう、充電で、バッテリー2個充電したのに対して充電器1個っていうやつが1つ組み合わせがあるんで、充電スタートして風呂入ってきて、で、寝る直前にスイッチして酔い止め、いや、フェリーだったら大丈夫だと思います。そこまで酔わないと思う。今までフェリーはまあ何度か乗ってまあ大丈夫だった。ただやっぱり翌日眠いんですよね。そう、酔いと負け、試食もせずに島田さんに一番でかい箱を送りつけた。あのですね、酔いと負けのあの3本入りのやつ手で掴んで持ち上げたらびっくりしました。意外と重い。猫は、いいや、酔いと負け。観光地、いや、見てないかな。あ、えりも岬でなんかあのアジア系の人たちいましたね。どこやさこりゃや、どこやったこりゃやかな、あれは。はあ、追い風。23時、うん、それで、え、今の本当に島田さんですか。え、じゃあもうバレてるじゃないですか。今のが本物の島田さんだったらもうバレたのか。とりあえず本当にこっちの地元っぽいものを送ったんですけどね、すいません、食べにくいそうです。素手じゃ食べられないそうです。素手じゃ危なくて食べられないらしいので。1時間、うん、ああ、1時間、そうですね。先に乗り込むんだから、あ、多分21時のやつでも大丈夫だ。あれでも食べにくい かどうかっていうのと美味しいかどうか別なんで、なんだかすみません。プラスチックの、まあ普通にお皿で
食べていただければ。でハスカップは私はさっきソフトクリーム食ったの美味しかったんで、それを使ったジャムまあ美味しいんじゃないでしょうか多分。でクール宅急便でいつ届くか分かりません。今日の集荷は終わっちゃったんで明日から出すので、早くて3日後遅くて4日後ぐらい着きますね。あとはなんかまた面白そうなものがあったら別に送りますんで。あ、やっぱ島田さん本物っぽいですね。ありがとうございます。好み結局、でもコメントにでおすすめされたものですからね。あれご飯は、ああそっか、ご飯の問題もあった。そういえば木彫りの熊、熊が鮭に食われてるところの覗く。味的にはちょっと想像はなんとなくつくんだけど、要は中にジャム的なものが挟まったロールケーキを裏返しただけですよね。ハスカップのイロハスもあんな味なのかな。翌々日、お知り合いです。ホームページ時代から知ってました。てか私が昔ホームページ作った時に島田さんのホームページのレポート参考にしたんですよ。写真が左右に振られたりしてるのとかはその影響です。昔は画面が狭かったから。割引券底辺かわいそう。何の話をしてるのかわからん。多分今のは島田さんの名前を語った嫌がらせか、あるいはなんか島田さんもターゲットにした嫌がらせなのか。まあニコ生やってる限り仕方がないですけどね。といってこれはユーストになったら変わるかっていうとどうなんでしょうね。全員が嫌よなしでやってるようなもんだからユーストだったら変わるのかな。匿名だから、匿名だから何やってもいいっていうカンコレは今のところあまり。10年そうですね。アンチ、まあずっと張り付かれてるような人はいない、張り付かれてるっていう人はいないと思いますけど、そういう人も匿名性を傘に来たのが大嫌いだ。今時速、今は15キロないぐらい。アカウント、そう、ニコ生だって別に嫌よあってもなくても結局匿名なんですけどね。ん、あ、これ会社の人、あ、会社の人にはですね、帰りの新幹線の駅とかで多分買うと思います。ギリギリまで。私はなんか匿名性、匿名だから何やってもいいとかバレなきゃ何やってもいいって思う考え方が実は意外と持ってる人がいるっていうのを前知ったんですよね。割と親しくしてる人なんだけどもバレなきゃやっていいという考え方がベースになってるのを知ってびっくりしました。結構な人がそうなんだなと思って。今の違います？嵐に、あ、ちょっとすみません、全然別の話だったんですね。ネットは、飛ばした、ユーストですかね。あとやっぱり気軽に咲かせて気軽に見られるっていうのは圧倒的にニコ生ですよね。ユーストはあれは何ですか一体。あれはユーストはあれ見る人のこと考えてるんですか一体と思いますけどね。ユーストあれ番組検索ちゃんとできますか。島田さんがもだから、もだから、いやよ。でも私は文章を重ねてもらえれば特定できると思ってます。いろんな癖を機械的に抽出すればスーパーハカーなので、スーパーハカー、ストア、野田石油、何っていう広告、共有、他の人の点数下げるって意味ですかね。
ということはわざわざプレミア会員にしてるのかな。うん、ニコ生だと思いますね。そのあたりユーストとは随分差があると思います。あ、さっきのポポちゃんだ。実際の顔はあれ少年なんですかね。あ、実際のというか元デザインのは。ここから先道が狭くなったり車が多くなったりしなければいいと思います。爆破しても見続けようと思っている人にとってはあまり関係ないですよね。あれかな、あの自動、あ、ん、お、コミ爆破するメリットっていうのはわざわざコミ再登録までしようとは思わない人たちを振り落とすためなのかな。どうせ同じことやってたらすぐ見つかりますよね。いいよと。アイザー PC パイル。見上げ。排気ガスはトンネルとかであまりひどいとか気になりますけど、そうじゃないところはあまり気にしてないです。トンネル以外では。まあ私が走り、そもそも選んでるところってあんまり。野生はアザラシ、キツネ、タンチョウ見ました。タンチョウは今回初。ん、あ、聞こえなかった、すみません。タンチョウのダンス、あの生で目の前で見られて嬉しかったです。めちゃくちゃ楽しそうに踊るんですよ、タンチョウのあれは、あれは求愛ダンスなんですよね。なんか羽持ってないこちらに見せつけるかのような踊り踊り上がりますよ。こんにちは。どんな感じ？肌寒い。肌寒いけどまだ半袖でいける感じです。ん？いたってのはタンチョウですか？タンチョウは一年中いるらしいです。あ、タンチョウはあの YouTube の時に合成しますよ。しかも結局一口も食べてないです。昼ご飯ラーメン食べちゃったんで、で今ハスカップソフトを食べてきたところです。ハスカップソフトがことのほか美味しかった。 QI ダンス、うん、10月かららしいですね。うん、タンチョウのあの尻尾のところの楽しく踊ったのは、楽しくダンスったのは、あれオスメスで羽違うんですか。後ろの尻尾のところの白黒くっきりしてる境界線とかすごいですよね。単に生えてる羽の色が違うのかな。串焼きどうなんだろう。あれは天然記念物じゃないんですか。取って食っちゃいけないんじゃないですか。それしてもこれはかどるな、この道は。奇怪ホグですよね。この道で追い風ってのはすごいな。オスが大体そうですよね。あとはあのオスの方がめちゃくちゃ小さくて、メスよりもはるかにあの見えないぐらい小さいみたいな極端なやつらもいますよね。クモとかそうだっけ。ライン、あ、私ライン使ってないんですよ。ラインはえ、あのツイッターとかと電話とかとはどう違うんですかね。あとスカイプとかと。はかどるな。直線でも割と近くでつる系、あ、つる系、まあ鳥ですからね。暗くなってきたな。 あそこになんか火力発電かなんかかな。トンネルが、あ、トンネルじゃない、煙突が。お大名、線路横の方かな。あ、そんなでかいアップデートか。今までできなかったのか。ただなんかラインライン行ってるのが、あのセカンドライフ、セカンドライフ行ってた時みたいなイメージがあって、そんなにライン本当にやってる人いるのかなって思ってるんですけどね。あの第二のセカンドライフってことありませんか、あのラインは。でもフェイスブックはなんかフェイスブックって言ってたと思ったら本当に広まってましたね。ラインも本当に今もう実際あの広まってるもんなんでしょうか。
とメールとか、メールとかチャットとか電話とどう違うのか。中高生、へえ、無料、たくさん、あ、本当にいるんですか。じゃあなんかその流行らせようとしてる人がやたら言ってるわけではないんですかね。あ、そうなんですか。あ、ちょっとすみません、聞こえなかった。自転車なんとかですか。ん、うん、見てる。どうなんでしょうね。私はなんか懐疑的でした。本当に流行ってるのかなと思ってました。修理、スパンドライフどうなったんでしょうね。厚真町、厚真町は水田と稲穂ですね。カントリーサイン、確かに北海道だとなんかところどころあの水田地帯ありますね。だいたいトウモロコシとかの麦とかがよく見るんだけど、ん、何から消える、サクサク切るように、ほう、それはまたいろいろありそうだな。向こうの方にあの骨組みにまとわりつかれたトンネルみたいな、あ、楽しいですよ。ただ自転車で走ってる瞬間自体が楽しいかっていうと、私はそっちよりは途中で見かけたお祭りなり小さな動物なり景色なりがなんか響くところですね、私的には。峠登ったりする時もそうで、景色とか途中で見つけた珍しいものとかが嬉しい。何に喜びを感じる。マリオさんの列車で行っても間に合わないような、きっと多分苫小牧駅 の, 本数あの列車の本数だってそうないですよね。坂道、そう、どっちから、ここだと見えないな、ないか、多分散々見てるやつだろうから。あ、向こうまで見えないくらいまで直線になった。ん、何が北海道、持ち投げイベントですよね。あれもイベント的に私的にはかあの情報量が大きい。あ、もう来た。うん、例の1両です。例の車両が1両でした。情報量は増えないから取れなくてよし。あ、ライトつけとくか。ヒルクライムは、まあ後で下ってきますけどね。ただヒルクライムはレースとかだと私は全然ああいうペースはダメですね、耐えられません。うん、あ、今なんて、今この道本当に向こうに、あと私の視力で見える限りまっすぐです。てか霞んでるな、あれ。マリオさん、ブルベのアマタミギ、すいません、これはマウントの方の問題もあるかな、それとも首か。うん、ああ、また聞き逃した。多分2回目じゃないかと思うんですけど、すいません。スピーカーの音量が大きくなったり小さくなったりしてます。あの、なんていうか日によってかな。ん、斜めに、ん、何の撮影現場、ユイの PV、 ユイ、ん、うん、これ 左側原野というか敷地帯かな。まだ斜めってますか。よっとっと、今あのどっち下がりですか、どっち下がりになってますか、まだ右下がりですか。あの地面に物置くと右に転がっていく感じですか、未だに。ん、私、あ、左下がり、なんだ、右下がり右下がりと言われてたからずっと反対側に補正してました。じゃあこれぐらいでいいんですかね。
少しマシになりました。ここ北海道です。下がった。なんだ、やりすぎただけか。今どうですかね。今いいですか。こんなもんで。いませんライン。ペース、まあいい人ではあろうとはしてますけどね。そう、どこまでこれまっすぐなんだろう。何キロ先まで。2キロ弱ぐらいですね。つまり私の視力はせいぜい2キロ。いいですかね。でも結構微妙だな。確かに今補正して全然補正しきれてないと思ったんですけど、やえーやえーって言い方本当に正しいんですか。一般的に言われてるんですか、やえーって。あのイエアっていう YEAH をなんか無理やりそう読んでるだけとはないんですかね。やえーっていうのはネイティブなんですか本当に。あ、延長だ。今日はそうですね。街中では延長ネズミ取り、ああ効率良さそうだな。よいしょ、延長します。やえーって言い方本当に合ってますか。バイククラスターどうなんだろう。一般的に認められるものなんですかね、野営は。私はそういう言い方知らなかったです。1分前に近づくので、1分前、1分前っていうのはあれですか、今の延長の話ですかね。よし、電波なんかえらく長い間問題なく言ってますね。こんだけ問題なく逆に違和感感じる。スペルミス、なんだ、じゃあやっぱり一般的じゃないじゃないですか。それじゃあ、なんだっけ、まあスペルミスとは違うけど、なぜコロタシと同じようなもんじゃないですか。じゃあ野営使わないと言って、なんて言ったらいいんでしょうね。あれは旅人サインとかですか、トラベラーズサインとかですか。ん、何が微妙になってきた。よっ、なんだ、2ちゃんスラング的なもんか、ニコ動スラングかわかんないですけど、でも気になるか、後でなんかどっかで調べとこう。お、ニクちゃんさんこんにちは。相変わらずバンビ T シャツ使わせていただいております。バンビ T シャツの人いらっしゃいませ。聖地巡礼サイン、執事ニコ動スラングですかね。いや A は、ん、あ、何が多い、バイクいた。あ、2ちゃんってことですか。バンビー、そう、バンビの人です。まあ一言で言えばバンビの人です。バンビです。あとは肉茶さんだったり K2 さんだったり、まだ切れるんですよ。あれいくら洗ってもなんかよれないですね。バンビティくれた人、あれ実際生地が分厚くていろいろと役に立ってます。いや、やっぱそうなんでしょうね。なんだ、みんながみんな言うから、みんながみんなでニコ生やってるからか。いや、YAEH って書いちゃったんですよね。じゃあやっぱりコロタシみたいなもんじゃないか。大百科に、ああ、そう、私も大百科かなんかで調べようかと思って。洗濯猫、猫じゃない、ネット？
洗濯機に入れるときに包むネットですかね。いや、使ったことないです。あれってどういうメリットが、なぜコロタシ、コロタシのタシ、あのコロタシという語感が可愛いのに、今はなんか市だけが一人歩きしてしまって、使い方が違うよ。ん、本来の話、もうそろそろ道がなんかややこしくなってくる。また崩れ、つい出ちゃう。そうですね、そうそう、あの忍者スレイヤーネタとかもそうなんですよね。関係ないところで言い始めると奥ゆかしくなくなる。ちょっとでも引っかかるキーワードがあったら忍者スレイヤーネタに持っていこうとするのは奥ゆかしくない。いって、北海道スリング裏道あるかな。あ、雨が。裏道はこの道じゃないんですかね。あ、ここから直接左に行けたんですね。これの左に降りたとこかな。龍剣殿、フル。あ、でもこの下の道行けるのかな。一応またいでからしよう。こんな。まあ そんな感じかな。古戦橋だから下が渡れるかどうかがわからない。うん、でもタイヤ 32C です。クロスバイク700 クロスバイクのタイヤにしては太めな方だと思います。浜松間コメントレベル、もうちょっとで、あ、スペさんいらっしゃいませ。おお、向こうにあの工業地帯が見える。見えますかね。あれは何の工業地帯だろう。苫小牧ですかね、あの辺りも。あれもしかして港湾施設の一部。よーよっと、なんか建物の間のベルトコンベヤーとか発電所ですか。あー、すみません、聞こえない。苫小牧か、あの辺りが。うん、そうそう、浜松間もうすぐ次の駅ですかね。聞こえない。あー、発電かな、あの煙突は。まだ王子製紙、王子製紙っていうか製紙工場っていうのはかなり、何の化学薬品使ってるかわからないですけど、かなりな匂いがしますよね、周辺。匂いしますよね。あ、ポツッときた。まだ大丈夫だろう。で、私の予定ルートこっちです。うん、静岡のあたりは、でもあれは住んでる人は慣れちゃいますよね、多分。私も醤油工場の近くにで生まれ育ったんで、駅は旧道ですね。苫小牧、まあ一番大きなかな、一番なのかな。おっと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 、ん？だから何にしてる？ブドフ？シャモソフとか食べたいような、そうでもないような、そうでもないです。ん？学費用？よっと、弁天沼、あ、ありますね。この辺りだったんですね、弁天沼。踏切でもう遅い。1分ぐらい先行して指示しないと間に合わないですね、これだと。ダンっぽいですね。
で駅は明らかに駅見当たらないけどこれか。ん？何を気をつけて。ダンプ O ですかね。ダンプ2。はあ、これか。このタイプか。前確か4年前に北海道に来た時にもこのタイプの放送で橋？過去に放送でこれ見せたことないですかね。車掌車再利用駅浜松間駅。やっぱ今日は100キロの割に午前中とか追い風だったからですね。これ駅ですよ。知らない人が見たらびっくりしますよね。これ今までのフェリー橋は電波があればかな。うん、サーフィン浜松間駅です。これ向こうに抜けてホームに出られるはずです。あ、何の問題。止まるだけ。これって駅内できるタイプなのかな。こういうのって中ちゃんと見たことないから見てみるか。こういう車掌車タイプのやつは駅内できるのかどうか。どっちにしろこれは寒そうだけど。大工小屋。ちょっとポタファイが電波通じるあたりに置いて。うん。あ、これ開いたままだった。落としたりしてないよな。ポタファイ落としてたら、あ、ポタファイこっちか。あ、ポタファイこっち入れっぱなしだった。ポタファイ入れっぱなしにして、でポタファイ取り出した時に開けっぱなしにして走ってきたんだ。あー、危ね。あ。駅名に適してますね、こりゃ。安全上の？これは、ホッキ街ですか？こりゃ止まれますね。ディーゼルです。ん？危ねはどれが？1日8本、片道8本止まりますね。片方向。はい。感染遮断？ダメか。こんな書かないか。どこまで映ってましたかね。治った。よいしょ。これは野宿しやすそうですね。でも、そう、駅ね、私1回しかやったことなくて、しかもえらい風邪ひきました、その時。それ以降やってないな。相場かな。熊的にはどうなんだろう。これセクロス、そう、日仏。17時14分。あ、まだだいぶ先ですね。4時半過ぎか。あと日暮れまで50分。まあ1時間ぐらいか。ん、来てた。あ、映像来てました。あと50分で残り何キロだろう。昔の車両、ちょっとそこに信号機はあるけども見渡す限り来てないので、車的な挙動として。ん？苫小牧、いや、どこでもいるって聞きましたけどね。ただ街中に出てくるかどうかは。そう、あれなんか貨物車両とか客車じゃなくて、あの車掌車らしいですよ。うん。フェリーもう21時の乗ってしまおうかなと今は思ってます。お土産ももうさっき送ったので、あとは夕食さえなんとか。敦賀、苫小牧敦賀はどのフェリー。うん、静内敦賀何時頃だろう。11時ぐらいかな。昼飯食ったのが、またなんかどんどこ行ってる、上の方で。いや、これ空の音じゃないかな。100キロ、え、熊の時速がですか。